はい、こんにちは。えー、サンタクロースが、えー、全員に200%ダメージと上方修正されました。ただ、えー、マナオソ英雄なので、レイドでは使いづらいです。えー、今回はサンタクロースを使うために、えー、赤単色でチームを組みました。えー、グラズルとジムキサの、えー、属性リンクに期待しています。 また、えー、相手のフランソワに対して、えー、ガーディアンコング入れました。えー、アセンド3で止まってますけど、えー、ステータス以上の浄化に期待しています。また、えー、ガーディアンコングと、えー、ガーディアンファルコン、えー、ファミリーボーナスをつけています。えー、ガーディアンファルコンはタイタン戦で使ってます。はい、では行きまーす。 どうですかね相手は相手はえ回復英雄がいないですね。ではではではえ赤を近づけてえたくさん消して盤面に赤を呼び込みたいです。ではこの辺に赤降ってきてくれたら嬉しいんで。 えー、ここ行きましょうか青英雄に対して赤玉当て,当ててもあんまりダメージいかないんですけれど、えー、赤龍を作りましてえー、思った思った以上にいかなかったですえー、それでは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  えー、まだまだ盤面に赤の数が足りないここ行きましょうかはい耐えてますね耐えてますね、えー、ではたくさん消して盤面に赤を呼び込みたいこれでえー マグニとヤンマイに、えー、また、えー、マナが溜まっちゃったので、えー、こうしましょうかあ美味しいの来たファルコン耐えたダメかファルコンダメか それでは、えー、まず、えー、ガーディアンコング、えー、ガーディアンコングで浄化を、グラズルで回復して、ジムキサで攻撃力を上げて、でもってガーディアンコングですかね。 で、もって、で、もって、サンタクロースを使い、えー、相手は今もうわちゃわちゃですよね。わちゃわちゃ。わちゃわちゃってなんだ。防御力アップもついてるんでね。では、では、では、赤ダイヤいっちゃいましょうか。赤ダイヤいっちゃいましょうか。 えー、それでは、それでは、さらに、もう一回、全体攻撃のジムキサ使いまして、えー、さらにガーディアンコングも使いまして、で、持ってサンタクロースをさらに使いまして、えー グラズルで回復もしておきまして相手のおバカンがえそれではおバカに弾当てときましょうかこちらミニオンが頑張ってくれたらマグに倒せるかなと考えています えこちら赤単色なのでえ赤を当てなければ別にカウンターを食らっても構わないなと考えてここ行きましょうかこれでこれでこれでまた盤面に赤がガサッと降ってきてくれてえ赤以外はカウンターを受けて構わないんでどんどん玉当てていきましょうか えー、それではそれではそれではこれで勝ちですかねえマナオソ英雄ですけれども属性リンクで補助してサンタクロースで勝つことができましたはいありがとうございました